こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、どうする家康深掘り企画、金ヶ崎と姉川、家康が信長にかましたど根性。どん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 、南吉町の技術がぐいぐい上がってますけれども、はい、今回はこの前ですね、ちょうどこれが配信される頃は金ヶ崎と姉が終わってると思うんですけれども、はい、どうする家康と結構記録では違う部分が多かったこともあるので、うん、記録を中心に、さらに記録の中でも徳川側の記録を中心にしながら面白いお話がありますのでご紹介していきたいと思います。まずですね、ドラマ見られた方は金ヶ崎と姉川どういうような戦いかそれぞれ分かってると思うんですが、はい、1560年になりまして、足利義昭が信長のおかげで15代将軍になったもんですから、うん、まあ大体信長の意向にも従いますよね。そんな空気の中、義昭の命という形で実際信長が諸国大名に上洛の命令を出しますが、義昭の面倒をそれまで見てきた越前の朝倉義景は無視をします、うん、だから今まで義昭だってこっちに面倒を見てもらったのに信長とうまくいったとなんこれかよみたいな義景の気持ちはよく分かりますよね、はい、なんで結局朝倉義景は無視しました。ところが信長からすると結局自分寄りに義昭を向けたいわけですから、うん、朝倉義景にケチをつけるいいチャンスになるわけです。出陣するんですが、出陣の建前は越前ではなくて朝倉の影響下にあった若さに問題があるからここに攻め込もうよという体になっています、はい、で家康も援軍をして3万の大軍で進出をするわけですけれども、その若さなんかどん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 図にあるように落としていって、わずか6日間で越前の入り口である敦賀に入ります、うん、この図のように越前は先っぽが出っ張ってるわけですよね、はい、金ヶ崎というのは敦賀の入り口にあるわけです、うん、ですから交通の要衝です、越前側にとってはですね。そこにいきなり攻め込んで落としてしまったところまで行ったわけです。ところが本来お市が嫁いだ同盟先であったはずの北近江、小谷城、小谷城とも言いますか、はい、そういうところにある浅井長政が裏切ってしまいます、うん、そうしますと図にあるように北側から越前の朝倉が来て、そしてその下の南から浅井が来ちゃったら挟み撃ちですよね、うん、しかも狭い場所っていうことでやばくなっちゃうんですね。お市がここの挟み撃ちの恐れでそのなんかいろいろ連絡したんだとか、実際松永久秀がもう鋭く見抜いたんだとか、明智光秀の手紙にももうすでに2人はやばいよと、結託する可能性あるよっていう中で出陣しているというような、いろんな記録も残ってるものの、結果的に挟み撃ちになりかねない状態に陥ります。でここへ来て信長は撤退を決めることになるわけですね。つまり信長からすると情報は掴んでたけれども、ここまで来ちゃって急に撤退になったっていうのは事実なわけです、はい、ですから慌てて10機程度でその日のうちにこの敦賀から京まで戻るんですよ、うん、すごい距離ですよね、うん、しかもそんなの足手まといにならないように10機程度で戻ったと言われています。3万人はその後徐々にこの同じルートを戻んなきゃいけないわけです。だから結構大変だったんで、しんがりで秀吉がいろいろやったんだよとか、いろんな記録が残っていたり、家康も実際はしんがりに手伝いをしたんだよみたいなことがいろいろと言われているわけですけれども、ちょっとそれますけれども、この途中に朽木って書いてあるところに朽木元綱って書いてますよね。ここにいた朽木元綱は実は信長と反発はしてなかったけど、うん、信長殺そうとこの時思ったんですよ。信長別に好きじゃなくて、はい、であそこに待ち構えられて十数機で行ったらアウトですよね。アウトです、はい、ところがここも松永久秀が鋭く説得したことで朽木はむしろご案内役を務めて、うん、信長はその日のうちに帰りました。ちなみにその後下のルートは自分の本拠の岐阜に帰ろうとするんですが、この途中でも浅井の軍勢に狙撃をされるとか、はい、ピンチを迎えて命からがら大慌てで帰ったような話が金ヶ崎だったんですね。ああそれは大変でしたねで話が終わりそうなんですが、問題は徳川側の記録では同盟者のはずの家康に信長は連絡がなく撤退しちゃうんですよ、うんはい、つまり前線で信長に行き
きなり見捨てられる家康、うん、結構しょっぱいですよね、はい、でしかも、しんがりを成功させて秀吉にも感謝されたと徳川側の記録では書かれています、うん、なので徳川的にこれを金ヶ崎の引き口、金ヶ崎崩れとか、まあ、あんまいい言い方しないですね、うん、っていうような記録に残されてるのは、一番大きかったのは結局挟み撃ちがビビって逃げちゃったことよりも、どっちかっていうと家康が取り残されて信長に冷たい仕打ちを受けましたってところが一つの鍵なわけですよね、うん、まあ記録上はですけれども、問題は援軍要請しておいて自分だけ撤退する信長って家康を同等に見てます？いや、見てないです、ね、さっきの松永久秀なんかはもともと関西奈良の武将だったこともありますから、地元を詳しいこともありますけれども、鋭く浅井の裏切りを見抜いたり、朽木を説得したり、相当手軽ですよね、それ、うん、それに比べると同じ同盟者であるはずの家康はあっという間に置き去りにされているという感じになっちゃったわけです、うん、で家康からしたらきっと相当屈辱的というかムッとした話だろうなっていうことになるんですが、家康はそこでも格下扱いに耐えて、うん、2ヶ月後にあった浅井朝倉連合軍とのリベンジ、姉川の戦いにも5000の兵を要請に従って出します、はい、つまり信長の要請に全力で貢献したわけです、うん、律儀ですよね。違いない。ですからその後徳川のように なったんで、よく書かれている面はあるにしても、実際こういうような形で連続で信長の要請に従ったってことは事実なわけです、うん、問題はそこまでは家康がただの辛抱強い人だっていうことなんですけれども、実はですね、家康が信長にかましたど根性ってタイトルなんで、はい、ここで終わりません。主に三河物語に書かれてるんですけれども、合戦前日になって、その信長の本陣の方から、はい、徳川さんは2番隊っていう命令が来ました、はい、ただ今までひたすら従っていたはずの家康が一気に強く抵抗、加勢するんだったら1番隊にしてください、前向きですよね、うん、でも抵抗してますよね。信長側は使者で最初言ってたんですが、1番隊も2番隊も同じだと再度返事をしたらしいんですよ、はい、嬉しいけど。それに対してその家康はうんと言わずに、いや後世は違ってみます、30前の私が2番隊では8だ、そうではないなら参戦しないと、うん、記録にそれだけ残ってるぐらい、あれやこれやを言って眼見に前日ですよ抵抗します。でそんなことをやって、姉川では実際信長がせかして、うん、家康は浅井に味方するか迷ったなんて言ってますが、三河物語では全然そう書かれていないんですね、はい、結局これもでも信長からしたら一番隊を命じた人たちがいるわけです、明智とかね、うんうん、そういう人たちからしたら柴田勝家とか、はい、そういうのは不満出ますよね。お前一番隊でって準備してるところにやっぱり二番隊ねって前日に言われたらなんだよって話になるわけですが、うん、信長はここでなぜだか家康を一番隊に最終的に変更します。でここでは信長に対して一番隊の人たちが文句を言ったんだけど、うるせえ何が分かってんだって言ったという記録まで書かれてるんですね。いずれにしても信長は家康の申し出を受け入れて、その通常をやらない前日の変更をしたという形で、しかも家康は一番隊として活躍して、なおかつそのヤバくなった時側面から支援に入ったり、はい、いろいろ活躍したというふうに徳川側の記録は書かれていて、信長が勝利したということになっているわけです、うん、もちろん浅井朝倉はそこで滅亡しないんですけれども、結構打撃を受けることになります。でですね、ここからは私の判断もあるんですが、はい、あまり語られていないんですけれども、うん、ここまで話聞いたら皆さんもそう思うと思うんですが、金ヶ崎では格下扱いされているわけ、信長に、はい、いろんな作戦のところには多分家康は入ってなかったから、知らないうちにも信長は撤退した、うん、家康は置き去り状態で、まあ、しんがりを手伝ったかどうかは別にして、結局しぶしぶ撤退したっていうと、どうですか家康の家臣だったら。ちょっとなんか舐められてちょっとね、一方的に使われてるイメージですよね、はい、家康はそれは多分感じてたんだと思うんですよね、うん、賢い人なんで。基本的には家康っていう人はどっちでもいい話は結構スルーできる人で、はい、ここ一番違うなった時は結構眼見に主張できる人だったわけですよ、うん、賢いですよね。賢いです、はい、そういう人なんで、多分家臣たちに一方的に使われるイメージを持たれるのが嫌だったんだと思います、うん、そこにラッキーに2番隊と言ってくれたんで文句をつけられたわけですよね、はい、しかも前向きな発言、うん、ですから、いやいやうちは2番隊じゃ全然ダメですよ、冗談じゃないよと、手伝いに来てなんで2番隊なんですか、うん、うちはそんな扱いですかとか、じゃあ帰りますとかやりませんとかいう
言っちゃったんで家臣たち盛り上がりません？盛り上がりっすよね。いやうちの殿はそういう男じゃねえんだよっていうことになりますよね、はい、しかもここで賢いのは信長は金ヶ崎の負い目があるわけですよ、うん、家康のところにはちゃんと連絡行ってなかったらしいねと、あわざとじゃないけどこれは悪いことしたよねってどっかで思ってるから負い目があるんで、はい、家康の前向きな申し出は断りにくい、そんなような形で結局家康は金ヶ崎のリベンジを姉川ですることができた、うん、っていうのが徳川系の記録なんです。ちなみに新朝後期ではあまり家康の活躍は姉川は多少書かれてますけどあんまり前向きには書かれてません、うん、ですから実際ここまでのことが起きたかどうかは分からないんですが、神君家康を盛り上げただけかもしれませんけど非常に家康らしいエピソードだというふうに言われています。ですから細かいことは捨ててどっちだっていいじゃんと、うんね、信長の下だと思われる、同盟なのに舐められてる、いいんじゃないそれはとしておきながらもポイントは見極めてそこで一歩も引かない、はい、やっぱり家康っていうのはそこら辺に非常に賢いものを持っていた、うん、っていうことがここからも分かると思います。ちょっとしたネタですけども、だから金ヶ崎と姉川って非常に面白い、信長も失敗した回ですしね、エピソードだと思うんですけども、いかがですか南吉翔。やっぱこうやって見ると、はい、徳川家康ってなんか狡猾さがすごいなって思いましたね、うん、だからよくたぬき親父だとか、うん、ね、もしくは地味で慎重だけど賢い人だから最後うまいことしてやったんだよ、長生きだったしねなんていうのもやっぱりこういう部分があって、三河から始まってしかも守護でも何でもなかった人間がいろいろ運もあると思いますけれども、結局のところ非常にうまく流れに乗れたし、織田に対しては後から来た人は出たり入ったりしてる人ばっかりなのに、うん、一貫して織田を支えるんですね、亡くなるまで、はい、これはやっぱり家康が信長を見抜きながら、信長とに振り回されつつも織り込み済みでうまく距離を取りながらでも信長を言うことを聞かしていたという非常に分かりやすいエピソードなんじゃないかと感じています。ちょっとそんなことも知っていただきながら、どうする家康をまた皆様もお楽しみいただければと思います。今回の動画は以上です。南吉翔とお送りしました。それではまた。